ネットビジネスですね、まあ、言ってみればスマホを使うビジネス、パソコンを使うビジネス、まあ、SNS を使うビジネスということで、いろいろ、ご質問があるんですけれども、まあ、短期間で収益化ということになると、やっぱりとにかく短期間で人を集める、そして短期間で仕組みを作るということになると、人の集めやすさ、まあ、言ってみればユーザーがどれだけすでに集まっている、メディアかっていうところと、あとは仕組みの作りやすさですね、まあ、それを考えると僕がいつもコンセプトをお伝えしているように、まあ、新マーケティングというサービスでやってるんですけども、 YouTube での動画集客、短編動画での集客、まあ、YouTube はもうネットユーザーの2人に1人以上が2人に1人がもう使っていると。あと、まあ仕組みの作り方でいうと LINE 公式アカウントにそこからつなげるってことですね。なのでアフィリエイトはできないんですけれども、ご自身のサービスを売る場合に、この流れが一番いいってことです。で、スマホを使うビジネスですね。